崎です。今日の動画はですね、たくさん以前からご質問をいただいていたスキンケアの紹介動画にしてみました。で、今日紹介するのは朝のスキンケアルーティーンのアイテムたちになります。ぜひよかったら最後まで見てみてください。それではスタート。はい、ということでまずは洗顔から始めていきたいと思います。で、今日使うのがアルージュのモイスチャーフォームです。で、夏以外は結構乾燥してしまうので朝洗顔はしないんですけど、夏場になると寝てる間に結構油分が出て皮脂だったりとかが多く出てしまうので必ず朝洗顔をしています。こんな感じのとろっとした泡状のタイプになってます。だからね、結構ね、こすらなくてもね、全然肌が綺麗に汚れが落ちてくれるので肌への負担がすごく少ないです。泡でこするって感じで手ではあんまり肌を触れないように洗顔をしていくようにしています。なんか肌がやっぱり摩擦で擦れてしまうとシミとかの原因になっちゃうってよく聞くので、なるべく肌を触らないように優しく洗顔していきます。で、この洗顔が天然のセラミドが入ってるから全然ね、洗顔後もね、突っ張らないし乾燥しないので朝にもぴったりだし、乾燥肌の人にもすごくおすすめです。多分お値段もね、1800円ぐらいで2000円以下だから、すごいね、コスパも良いです。で、洗顔後はタオルで水を拭き取るんですけど、あんまりこすったりとかしたくないのでマイクロファイバーのこういうもちっとしたもので水分を押し当てて取っていく感じにしています。はい、こんな感じで洗顔が終わりました。はい、それではスキンケアを始めていきます。一番最初に使うのがアルビオンのアンフィネスホワイトホワイトニングパンプ。アルビオンのシリーズは先行乳液なので、まずは乳液から塗っていきます。で、今回使うコットンもこんな感じでアルビオンのコットンを使ってます。アルビオンのね、コットンはなんか柔らかくてすごいね、肌に負担がかかりにくい。こんな感じでミルクをのせていきます。わかりにくくて柔らかいんだけど、デメリットとしてはすごく毛羽立つので、それが苦手な方は嫌いかもしれないけど、すごい柔らかい。こんな感じで顔全体に、であと首にも塗ってきます。で、全体になじませたら次はこちらのスキンコンディショナーです。で、これは多分かなりベストセラーのものなんじゃないかな。多分これはね、薬用の化粧水でニキビだったりとか、ちょっと肌が揺らいだなって思う時に使ってます。結構即効性があるのでさっぱりしてるテクスチャーなんですけど、ニキビができてる時はこれ塗るだけですぐニキビが収まってくれる、なんか鎮静効果がある感じの化粧水です。使ってる時はあんまり特に変化を感じなかったんだけど、やめた瞬間になんかニキビとか赤みとかがすごい気になるようになって、やっぱりこれがあるから肌が揺らぎにくくなってるんだなっていうのが分かります。こんな感じで全体にこれもまたなじませていきます。で、次がこちらアルビオンのフローラドリップです。これは田中みな実さんがいいって言ってて、一時期すごいヒットしてた化粧水、化粧液です。これは美容液みたいな感覚で使ってくださいって美容部員さんに言われたんですけど、ほんと10円玉ぐらいちょっと手にのせて全体になじませていきます。こんな感じでハンドプッシュっていうのかな、こするっていうよりかはこう手で押し当てていく感じで使ってくださいって美容部員さんに言われました。お値段めちゃめちゃ高いんですけど、これ使うと次の日とかその後のメイクのりが全然違うのと、お肌がふっくらする感じになります。年齢とともにお肌がこうカラカラになってきて、頬の部分だったりとか張りが少なくなってくるんですけど、これを使うともちっとして肌に膨らみが出てくる感じがします。これも首に
げてから次の工程に移ってあげるとしっかりと最後全てが肌に通る感じがするので、しっかりと一個一個の過程を流れ作業じゃなくてしっかりめにやるようにしています。もう多分一番最初と全然違う、なんかふっくらする感じになります。でお次、これがオバジシの美容液です。これもね、私これ3本目なんですけど、めちゃめちゃいいです。多分今使ってる中で一番好きかもしれない。翌日の肌の張りだったりとか、あとは赤みニキビ跡っていうのかなとかがすごいねなくなった気がする、軽減された感じ。これすごく不思議で、ビタミン C なんですけど、なんか塗った後にちょっとピリッとするんですよね。結構刺激が強いから、敏感肌の方はもしかしたらちょっと痛いって感じちゃうかもしれないけど、効いてるなっていうのが一番なんか分かるもの、即効性がすごいある。私のママが言っていたのが、私これ今まで夜のスキンケアの時にしか使ってなかったんですけど、こういうビタミン C とかの美容液は夜はその日一日受けたメラニンとかをこう分解してくれるじゃないけど、そこにアタックしてくれて、朝つけることによって朝は朝でその日受けるメラニンを少しでも防いでくれるみたいな感じらしくって、それを聞いてから朝もしっかりとこの美容液を塗るようにしています。これはね、ほうれい線とかもキュッと上がる感じがするし、毛穴にもすごいね効くから、毛穴悩みとか肌の張りとか気になってる方とかはぜひ一度使ってみてほしいです。でもこれ注意点なのが、目の周りとかにはあんまり、なんかここら辺までしか塗らないようにしてます。結構刺激が強いから、目の周りとかに敏感なところに塗っちゃうとシワッとしちゃうっていうか、刺激が強い感じがして、私はあまり塗らないようにしています。で、美容液が終わったので、次はこちら、アルビオンのアンフィネスホワイト、ホワイトプラントクリームですね。で、最近今までアルビオンのエクサージュのシリーズをずっと使っていたんですけど、アンフィネスシリーズに変えた理由が、今って夏で一番肌へのダメージの負担がすごく多い時期なので、エクサージュは肌の表面に効果的なものをアタックしてくれるもので、アンフィネスのシリーズは肌の内側から肌質改善をしてくれるものだそうです。で、やっぱり夏場かなり紫外線とか受けてダメージを受けるので、私はこっちのシリーズにしてから、割とニキビだったりとか顎周りの肌荒れとかが気にならなくなりました。あとは一応これホワイトニング効果というか美白用のシリーズなので、トーンアップもしてくれます。これ非影像記憶効果みたいなのがあるみたいで、お肌の張りをこう形状記憶してくれて、全体的にこうやってなじませた後にクーッと持ち上げて、このまま上げて、このままキュッとすることでお肌がリフトアップするって美容部員さんに言われました。なのでいつもこうキューッと上げてリンパを流しています。で、私はしっかりと顎ラインをリンパを流して、ここからシュッとマッサージを最後にしています。で、こんな感じで顔のスキンケアは終わりました。で、いつも私は最後にこのリップクリームを使っています。ラネージュのリップパックですね。紫外線を受けて唇の皮がむけちゃったりだとかするので、しっかりと保湿していこうということで、リップクリームを塗って、はい、ということでスキンケアが一通り終わりました。で、今日は朝のスキンケアルーティンのご紹介だったんですけど、また朝と夜と違うスキンケアを使っているので、また今度の動画では夜のスキンケアルーティンをご紹介できたらなと思います。ということで、最後まで今日は見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。